最初のポイントは恐怖は嘘つきなのねで恐怖の目的は恐怖を増やすことで2つ目の僕たちが恐怖から何を学べるのかっていうのがあるんですよでこれを知ると人生が大きく変わると思います「チェイジト生まれてきただけで ナタさんからの、えー、とコメントです、えー、といつも愛のある動画ありがとうございますって、えー、と引き寄せ焚き火の法則の連携ですがマインドにフォーカスしている時どうしても心の奥にはまだ恐怖感があってここから信じるにいけないのが悩みです例えば心の奥にはずっと今のままで転職できなかったらどうしようっていう恐怖感がなかなか消えないですどうしたらの心の奥から良いマインドを信じるレベルにできますかっていうことなんですけれどもこれ本当にね恐怖 僕もこの恐怖がたまに戻ってくるんですよでどういうことかっていうと実際僕今人生すっごいうまく回っているんですよね本当に僕の人生がこれまでよく回ったことがないぐらいちびクリスの視点から見るとねすごい、まあ、あったかもしれないんだけど今すごい僕幸せなんですよ子供も生まれて奥さんも超幸せで,で会社もみんなチームの全員がもう本当に僕全員愛してるしで、ね、本当に僕うまくいってるのねでもたまに全部これがなくなっちゃって日本に戻ってくる グレー企業でまた働かないといけないっていう恐怖がまだ残ってるその波動がまだ心の奥にあるんだって気づいたんですよねでその時ちょっと迷走してて教えてもらったことがこれなんですよね悪いこと、okay、まずこれ2つ2つこれ2つのポイントがあるんですよね1つのポイントは、okay、最初のポイントはこれなんです恐怖の目的は 増もう一回言いますね。The aim of fear is to reproduce itself。恐怖の目的は増えることなんですよ。例えば、恐怖でね、暑いのが怖いっていう恐怖と寒いのが怖いっていう恐怖違うんですけど、恐怖だから同じなんですよね。で、その恐怖の目的は もっと恐怖を増やすことなんですよ。わかりますなので、まずどんな恐怖があっても、恐怖のパターンは、恐怖は嘘つきなんですよ。It's a liar.OK?、Okay? で、ヘルシーな恐怖もありますよ。マジ。だから、すべての恐怖っていうか、その当たり前のようなバスが来るときに、バスに当たるかもみたいなときに、大丈夫、私は信じているからとか思って、バスの前に当たるとバ,バスに当たるのね。そういうなんかバカなことじゃないわけよ。 ね、でもそういうなんかよくわからないいつもいる恐怖とかの、まあ、だから恐怖が出てきたらこれは嘘つきだよって言ってで何学べるのかっていうところにフォーカスしてもいいんだけど最初のポイントは恐怖は嘘つきなのねで恐怖の目的は恐怖を増やすことで2つ目の僕たちが恐怖から何を学べるのかっていうのがあるんですよでこれを知ると人生が大きく変わると思いますでこれが熱いポイントなんですよ わかる恐怖っていうのは自分の Google マップだって思っていただきたいんですね。恐怖がいて、やべえ、この恐怖が永遠に続くんだっていうのは、わかるそれまさに恐怖に引っかかっちゃったわけよ。ね、それが恐怖の目的なのよ。だから恐怖が出てきたら僕が引っかかるのが恐怖の目的だからねって言って、でも真実は何かっていうと、ね、その恐怖、その現実は僕についてうんちだなっていうことを教えてくれてるのね。 分かるこうやって分かるのよこの会社この働き方この僕の仕事これ僕と合わないこれ怖い僕これ嫌だこれがうんちなんだってでうんちが分かったら今度うんちの光に行けるわけようんちだって分かったこれ嫌だって言ったら何がいいのって自分に聞いてこういうのがいいのって言ってそっちにフォーカスするんやなだからこの 怖いことが自分に自怖いことが自分が好きなことを教えてくれるわけよ怖いことが出てきたらこれ嫌だねって言って僕が好きなのはこういうのが好きなのっていうのよねそれで終わりなのよねそれで終わりでまた自分のムードを直して自分をポジティブにいくとまたシンクロニシティとかチャンスが走ってるのが見えるようになるのねそれが真実なんだけど僕たちは大学受験生だからね これいいのが嫌だこういう会社嫌だとか、こういう仕事やだもっとやりたいことがやりたいお金がないのが嫌だとか、なんかそういう問題があって、で、で、こうやって、それが永遠に続くんだと思ったり、いや、でもそういうのやだこっちがいいなと思ったら、ね、大学受験生が出てきて、ね、いや、そんな問題絶対クリアできないよみたいなこと言ってくるわけよ。ね、で、また自分はネガティブにフォーカスしちゃうんだよね。だから、問題現実は、一瞬で変わるから、問題、現実なんてすぐ変わるんだよ 体だって毎年変わるでしょ体重だって変わるでしょ中には。ね住む場所も変わるでしょ何年間経ってつと。まあ、人にもよるんだけど。現実なんて変わるんだよ。未来がその反対側に待ってるから、何ができるかっていうと、あなたは自分を幸せにできる。それは誰もあなたから奪うことはできないのよ。あなたの愛の存在を誰も奪うことはできないのよ。誰が奪えるかっていうと、自分で奪うことはできるのね。自分でそんなのできないよっていうことはできるわけよ。 でもそういう考えたらそれをシェパードしてあげるのそれをガイドしてあげるのそういう考えが頭にある時はあるからゆっくりゆっくりそれをガイドしてあげるのだから冷静瞑想とかが大切なのね瞑想とかをやっているとそれがもっと早く気づけるようになってそのシェパードっていうのねその,あの羊のシェパードみたいな感じでね ガイドするのは羊を。自分のネガティブな考え方を、あ、こういうのは大丈夫だよ、ありがとうって言って、ちょっとポジティブなところで、ベイビーヨーダー見つけようって言って、あーってなって、自分の波動を高めると。ね、これ自分で信じたいんだったら信じてください。試してみてください。本当に。本当に。あの、試してみるといいと思いますよ。もし自分の大学受験生、 の考え方問題が出てきたら問題をクリアするでいつも問題があって問題が終わらないと幸せにならないっていうのをやっていて人生がうまくいってないんだったらこの問題をとりあえずほっといて自分を問題があっても幸せにできるっていう自分に変えてそれで今度問題ともう一回,回,回向き合ってみるそうすると自分が想像できなかったようなソリューションが出てくるかもしれないんでね是非試してみてくださいうんえっとあ,あやさんこ スーパーチャットありがとうクリスさんいつもありがとうございます今私に必要なメッセージがたくさんですごく勉強になりますよかった毎日繰り返し見ていますすごい、ね、ありがとうございます毎週月曜日皆さん起きるのが辛くじゃなかったのもクリスさんのおかげですこれからも応援していますありがとうウーフーイェイベンキーありがとうあやさんそうやっていただいて本当に嬉しいですマジ嬉しいぜやった僕のハロー持っかったかっ l r i g h t